乾杯。Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de N の Capón. Soy N. Mio です。そしてショーリクエスト来てました。はい。皆さん、サルドゼテチレ。Por favor, reaccionen al siguiente video si pueden. Es de Tavo en Japón reaccionando a la pisco chilena. La pisco es un cóctel que suele beber en Chile y mezcla pisco con Coca-Cola. Me gustaría ver un similar de ustedes. リアクションはしません。なぜなら僕らがそれをやるからです。ということで、今回ピスコ用意しました。はい、ということでこちら、バウザーバウザーでピスコね。これがね、チリのみんなが実際飲んでるピスコかわからないんですけど、てかまずピスコって知ってました？いや、初めて聞いた。俺もね、ピスコっつったら名探偵コナンのキャラクターの一人だなと思って。プロの組織にピスコってやつがいる。いるいるいる。あいつら全員先の名前だもん。そうそう。まあピスコとはどうやらチリ、ペルーの酒らしいですね。ということで、これがピスコという、お酒なんですけど、ピスコーラというものを飲んでほしいってリクエストなんですよ。ピスコーラってのが何かっていうと、まあ、このピスコとコーラを混ぜたカクテルと、はい、要は、はいはい、それをね、僕ら実際に今から作りますんで、はい、とは言っても、まあ、作り方は僕ら知りませんので、ちょっと今から作り方を勉強します。はい、ということなんで、完璧なピスコーラの作り方をね、今学びましたんで、早速作っていきましょう。作っていきましょう。はい、ということでピスコーラを作るのに必要なもの集めました。じゃあ今から早速作っていきましょうか。はい、まずはピスコーラ、これ開けてみました。はい、じゃあお願いします。うわ、めっちゃかっこいいじゃん。これね、2000円もしなかったから意外と安かったんだけど、向こうでピスコの値段がどれぐらいなのか知らんけどさ、すごい色だな。ねえ、うん、まずは氷ですね。ちなみになんですけど、僕はこの後車運転しないので飲めません。ということで、翔吾くんとりょうくんにピスコーラをね、飲んでもらいますけど、それで、なんか混ぜてましたね。おー、うん、いいね、冷たい。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。うん、はい。それでは、ピスコを入れますと。はい、ピスコ、ピスコ。はい、開けてください。俺が開けよう。いいよ、ねえ、開けていいよ。アルコールの匂いだね。さっき俺らが見た動画で 50ml って言ってた。うん、ここにね、数字15って書いてあるから、うん、これ3回、これ1回で 50ml になりますので、全然カットかないのかな。ない。じゃあ、もう一度。もう一度。うわぁ、カットされた。難しいな、もう。めっちゃカットされた。さあ。あ、やっぱそうなるのね。もう一気にいっていいよ。そう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 。一回。はい、で、二回。はい、これが3。グラスの大きさ的に3でいいかもね、これ。いいか。ね。はい、1。これね、びしゃびしゃになりながら入れたんで、これ。この感じで。グラスのね、ちょっと高さが意外と低かったから、うん、まあ 45ml ぐらい入ってんじゃないこれ、うん、で、こっからコーラを入れます。はい、これもキンキンに冷えてます。ゆっくり入れないとね、いけないらしいんで、うん、あ、そうなんだ、はい、ゆっくり、おっと、遠い、ゆっくり、ゆっくり、あ、こんな感じ、ゆっくり入れるんだね。音聞こえるかな、これ。ゆっくり入れる理由言ってたけど忘れたけど、うん、ゆっくりと。あ、わかった。炭酸が抜けないようにだ。うん、なんかガスがなんたらかんたっつってた。こっちも入れてきます。はい、コーラを入れたら、レモンですね。りょうくんちがナイフもフォークもないと。そう、俺ち。で、で、これを、なぜ、はいはいはい、なぜなぜします。はい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 。なぜなぜしますか、はいはい、ちょっと垂らしてたね。あ、そうなんだ。
一人暮らしの日本人男性の家でピスコーラ作るとこうなります。そうですね、かなり厚切りになったで、この半分半分にしたのを入れましょう。はい、ありがとう。はい、これで沈めて混ぜました。混ぜ混ぜしたら完成です。この混ぜ混ぜのね、理由がすごいね、大切でね、ね、下の方にね、ピスコまだ溜まってますから、そうそうそう、ちゃんとね、混ぜないとダメですよ。そうだね、うん、完成、完璧なピスコーラ出来上がったんでね、はい、どうですか見た目は。いや、もう完全にコクハイみたいな。コクハイ、もう早く飲んだ方がいいと思うから、ね、そうだね。では実際飲んでいきましょう。乾杯。うん、飲みやすいね。飲みやすい。うん。どんな味は？コクハイだ。コクハイだね。俺は思った。ピスコのなんか味とかなんかない？特別な。でも、コクハイとは違って、ちょっとまだ、やっぱちょっと梅酒寄りがかってるよね。そうだ、まだそんなに度数が高い割には。これはいくつって言わない？ 35。全然いける。飲みやすいね。うん。まあこれがね、チリでは定番の飲み物らしいですから。もっときつい味かと思ったけど、うん、飲みやすい。なんか飲みやすい。いいですね。まあ実際ね、うん、ピスコーラ飲むの初めてだから、これがいいのか悪いのかは分かりませんと。まあでもね、一応見た通りにやっては見たけどね、うんうんうん、これだけでも飲んでみる。いや、俺やるわ。俺やるわ。一瞬ね。うわ。待って、ありないっす。じゃあ、りょうくんがロックで飲みます。ロックでしょ、これ。完全に。いい？うん。テキーラと一緒ぐらいだよね。飲んだ。テキーラ？いや、テキーラの2分の1ぐらいだけどね。きついね、やっぱ。あ、結構きついんだ。うん。どんな味だってわけ。どんな味？あのね、めっちゃ薄い。なんか知らんけど、コーラ入れたらめっちゃ濃くなる感じというか、うまくなった。あ、これだけでやっぱ元気だから、うん、元気だと薄い。薄い、めっちゃ薄い。どんな味？飲んでみ？ちょびっと。飲んでみよう。ほんまにね、ちょっと薄いのよ。ちょっとすぎるね、もうちょっと入れてもいいと思う。はい。はい。薄い。味が、うん、氷のせいかもね。そうしたら捨ててくれ。いや、いいよ、もうあ、でも、後から来るわ。ああ、来る。ということで、はい、初めて、ピスコとピスコーラを飲んでもらいましたけど、はい、どうですか？美味しい。美味しい。あ、うまい。うん、普通に日本でも出せるね。馴染みのある味だね。そう、コクハイみたいな。これね、俺酒屋、うん、に行って、ピスコはありますかって聞いたら、店の人が意外とピスコみたいになってたから、店の人もあんま知らない感じみたいな。まあ、俺も初めて聞いたしね。で、日本ではあまり馴染みがない感じなんですかね、ピスコは。うん、さっきエンが言ってたように、ピスコ知ってる人間は多分名探偵コナン好きっすね。そうなんだよ。Google で実際にピスコって日本語で検索すると名探偵コナンのキャラクター出てくるから最初に。そうそうそう。ということで、はい、今回はここまで。質問やリクエストがあれば、こうやって答えていきますんで。うい。遠慮なく。うん。遠慮なく。お願いします。じゃあ、お願いします。じゃあねー。バイバーイ。やばいね。何？昼飲みはすごいね。